翌日、部屋から、スマイルさんの協力で、荷物を持ち出すために、一時的に警視庁が犯罪を起こした。これを移動させています。代わりに、一通さんがですね、120万相当の引っ越しを請け負ったのに、デザラメの仕事をしてくれることを一部持ってきました。花袋をね、この中には僕の夏のシャツと本来ならば、僕持ってくるんでしょうけども、もう、入れられませんので、中身を出しました。代わりに、母と父の遺品を持ってきました。この板ですね、もうほとんど新品です。母が父に、きちんと見舞いさせるために残した。使わないまま死んじゃった。ほとんど使ってないですね。この他にもいろいろありますけど、とりあえず東京で、使えるというものを持ってきました。これは母が、なんか緊急の場合に逃げるとき、もうリックマンですね。父と母がリックがあって、緊急の場合にはそれ持って逃げると。普通の靴じゃいけませんので、この靴を母が履くと。25ですね。25。ちょうど僕と母のサイズが同じようなんで、まあ、母の遺品として持ってきました。これはほとんど使ってない味の素とですね、胡椒。これは母は使えなくて、死んでしまった、殺された、青森県警の殺された、まあ、これを使いますので。